あすごいあすごいリキペディアじゃんあすごいこれ何これスクリムスクリムって書いてあるなあすごいリキペディアだ切るバニラさ307七 <laughs>。 壊れてんな俺より70キロぐらい多く取ってるアシストあくーアシスト負けてるーウルカ君じゃんすげえなすごいねエージェントまで全部分かれてジャスさんジェット使ってたんだ ジェットチェン,ンバーああでもやっぱキル数上の人たちはもうすごいねちゃんとちゃんとリーダー枠が全部上にいってないこここれ全員リーダー枠じゃない ?123456789 あれ一つ多いな。 リーダー枠じゃない人混ざってる。誰だこれリーダーダ枠じゃない人。ああモンドかあでもすげえわです全部試合出てんのはあーでもな何人か11試合とかだな すげえ全然死んでない偉いなこの辺が死んでないのすげえマザーさんも全然死んでねえじゃんディス数少ないのマジですごいわ12試合出てる組だからおぼくんから下ぐらいかな まあ9試合、まあ、9まあやっぱ三3試合分って結構でかいからなこんぐらいか俺結構死んでるないや俺結構しいやシスコさんのあでもこの辺やっぱ同じぐらいなんだすごいわあれここじゃねえかここか お坊さんマジ死んでねえわ。最下位ヒムさんクソ死んどる <laughs>。あ、まあ、でもヒムさんは合ってんじゃないジェット。ほ、ほぼジェットだったでしょこれは逆にいいスコアでしょそんな悪くない。桜さん、桜さんが多分死にすぎないよねこれね。ヒムさんは多分、あの、エントリーするから。アシスト勝ちたかったなぁ。 てかすごいなてかボブくんがすごいわ初心者でしょだって初めて1週間とかやってたでしょ KDA どれだこれかおおいいじゃない KDA いいじゃない <laughs> バニラさんすげえな に超えてるやんバニラさんやべえな。なんかまあやってみてる感じとか俺の時の試合とかはあれだったけどなんかスクリームの感じとか見てるとバニラさんがすげえ壊してるイメージはあった。 ちちゃゃう強いかもなあーまあでもジャッサンがな多分ジャッサンも多分全リ飢してたらもっと上だっただろうしな試合で結構負けてるよねジャッサンはねどんぐらいつてたっけ10パーって言ってたよな そう考えたらジャサンが一番やべえかもな。<laughs> ジャサンが一番上だ、多分、こら。バニラさんのところが急所3杯とかだったよね、確かね。チーム名がもうちょっともうどこも分かんねえけど。あ、ここがウォッカさんっていうのはわかるわ。お坊さんの名前入ってるから。ここが多分バニラさんのところだよね、一番上が。 ジャスさん方でしょジャスサンとバニラさんツートップ感あるなこれマップごとのキルですもしかしてキルですってかあんまキルですかやばくね上組 超えてるあたりぐらいからぶっ壊れてないかどんくらいだろうなまあでも結構刻んでるからちょっと境界線作るの大変だけどマップごとの平均切るかやべえなこれスクリームだから俺の2切るのやつ関係ない多分計算されてねえんじゃねえかな多分これ本番は本番でまたあんじゃないあんのかなでもこの辺は多分マップ数が そうだよね。少ないと、減るから、最小5で MAX9? だるまさんやばお、俺一番デス少ないやんけ。やったぜ。ご支援。 アシストちょっと待って切るあすげえした何位かも分かんねえぐらいした7マップやって386ってやばくね <laughs> 平均28壊れた何かが壊れた音がした <laughs> 俺全然死んでねえ <laughs> <laughs> まあそれ5試合しかやっとらんからな <laughs> えこれ第1回じゃんえ第1回のもあったんだ 1> 第1回は結構試合数にばらつきがあるんだねジャッサンやばジャッサンやば <laughs> くそぶっ壊れてるよ。二2位と100キロ差ぐらいついてたいややっぱこれこれあれだわやっぱやっぱ やってはいけない理由。ジャッサンが、あのー、やっぱあのー、何キャリー枠が、デュエリストをやってはいけない理由がこれに全て詰まってる。やってはいけないって言ったらちょっとあれかもしんないけど、もうやらない方がいいっていう理由が全部、詰まってる。まあ、でも純粋にね、あのね、でもシンプルに考えてほしいんだけど、 あれなん,だよななんか別あのなんかな,なんだろうなあのキャリー枠がどうのこうのっていう前に多分これねジャッサンなんだよね。できんかなこらこらできんかな